いい当たりがセンター前、高橋周平、ここはしっかりフォアボールの後の初球まっすぐをしっかり捉えました。なかなか2桁いかないしね、うん、これはうまく捉えてライト線だ、ボールが弾んで、さあ渡辺追いついてバッターランナーセカンドに向かっていく。さあこの打球処理を誤ってる間にランナー三塁へ、記録はワンヒットワンエラーです。記録はツーベース、三塁進塁はライト渡辺のエラーです。これはもう、はい、木下からすると、これもしっかり捉えたライトへ、ランナー二塁一塁です。いや周平選手いいですね、高橋3安打、それもね、はい、やっぱりライト方向へ2つ打ってますよ ね、 そうですね、どちらかというと引っ張りきれないっていう印象が強かった、うんうん、そういうバッターなんですが、今日はきっちり引っ張れてますよね、はい。さあこの打球もセンターの前に落ちた、今日4本目、4打数4安打、素晴らしいですね。はい、やっぱり、はい、周平選手も2塁に、うん、まあ、コンバートされて、はい、ちょっとね危機感もあったと思うんですよね、まあ、去年まではもうサードでもうレギュラーっていうね、そういう扱いで。